皆様こんばんは。こんばんは。本日はお寒い中、こちらの脳の、熟年生活講座脳の進化と意識にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日は先週先々週に引き続きましてとうとう最終回になってしまいましたけれども、脳の進化と意識パート3になります。本日も開催させていただきますのでよろしくお願いいたします。NPO 法人オールアバウトサイエンスジャパン代表理事の西川真一先生にこのテーマの今回最後になりますけれども講義を進めていただきます。最後までどうぞお楽しみくださいませ。講演いただきました後に、前回前々回同様好評を得ております質疑応答の時間を設けさせていただきますので、今回最後になります。お聞きしたいことがありましたらまたその際にご質問の方よろしくお願いいたします。また今回もアンケート用紙を資料とともに配布させていただいておりますので、講義終了後回収させていただきます。ご記入の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは先生早速ご講義の方どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、では皆さんこんばんは。もう今日で最後ですんで、あんまりこう勉強しようと思って今日のやつ聞いてもらうことはあんまりないと思うんですね。でというのはもう意識の問題になると、これはもうはっきりと脳の今の研究やってる人もはっきりとそのなんていうかな答えがないと。で意識っていう本がもう脳科学者がたくさんの本が出てるぐらいですから、まあ気楽に聞いていただくという話でいいんじゃないかと。で気楽にこうまとめると、今までそのお話したのは神経もこれだけのことです。神経細胞はごめんなさい、脳は神経細胞のネットワークで、でその脳は経験で書き換えられると。でこれが記憶ですよって思う、それだけ覚えておいたらいいと思いますけれども、まあ今日はもう少しこう難しい意識、まあ皆さんもちろん意識あるわけですけれども、意識それから感情という、まあ、人間の根本的な問題について脳研究がまあどういうふうな形で行われようとしているか、まあ行われてきたとかそういう話ではなくて行われようとしているかっていう話になると思いますね。でただですね、問題はその脳の話もその意識の問題になるとですね、まあ、哲学に関わってきた問題に侵食してるんですね、科学がある意味で言うと。で人間とは何かっていう時にですね、その、まあ、一番、現代の科学あるいは哲学の、まあ、こうどういうのか領域分けみたいなのがあってですね、それが、まあ、デカルトから始まったこれ17世紀ですけれども、人間は心と体に分けられると。で心っていうのは、まあ、哲学や宗教に任せておいたらいいと。で一方体の方は、まあ、医学なりで、研究してもらったらいいんじゃないですかっていう話なんですね。でこの話はですね、かなり重要な考え方で、どう言いますかね、このおかげで医学がものすごく進んだんですね。すなわち心も体も一緒やと思ってるとなかなか医学は進みません。でところが心と体は別やと、で心の方はもう宗教や、哲学に任しておいたらいいんやっていう話をするとですね、例えばこのデカルトの時代にですね、なんとおぞましい実験というのがほとんど行われるんですね。すなわち生きたまま犬を殺すとかですね、生きたまま動物をいろんな実験に用いる。でそれはなぜかというと、この前ちょっとお話したかもしれませんが、動物は心がないだから機械であるというふうに考えたからなんですね。でそれが考えられたからこそ逆に心臓が循環してるとかですね、そういう問題は、まあ、生きたままやっぱり開けないと分かりませんから、そういうことが進むんですね。でしかしながら心の方は、ほとんど医学ではそれまで考えてこなかったのが、だんだんと脳の研究というのは、まあ、20世紀に入ってですね、その心を持っているというこういう問題についてちょっと考えていこうという、まあ、研究者が出てくるわけですね。でそれより前もちろん心理学として
フロイデとかそういう人たちがたくさんその、うん、意識というものをやっぱり科学的に考えようという話があります。でそういう中でそのやっぱり心を持っているというものをなんか心と一般化していってしまわずにですね、どういうことに分けられるのかということを、まあ、定義し直して、でそれ一つ一つ調べていきましょうという発想にあの研究の人たちはなります。でこれ哲学の人もそうなるんですが、でその時にまあ心を持っているという標識で、まあ、よく標識として重要なものとして考えられているのが、例えば皆さんが何かをするときに意図がある、インテンションがある、ぼーっとやってるわけない。それから、もちろん意識、まあ、今日の話ですが意識がある。それから、まあ後でちょっと話しますけども、昨日この前あの質問にあった、自由意志がある。でそれはまあ意図と、まあ、裏腹ですけれども、それから最後にやっぱり目的がある、何かの行動に目的がある。こういうものはみんなその心というものに、うん、こう結びついた話である。実際例えば機械っていうのもですね、もちろん人間が作ると目的ができるわけですけれども、まあ、機械そのものとしては、まあ、目的っていうのを見てもわからないことが多いということで、まあ、そういう一つ一つの項目についてちょっとどうですかね、心というところから分離して科学として考えていきましょうっていうのが、まあ、大体20世紀の重要な動きなんですね。で、まあ、一応ですから、まあ、今日はその意識の問題を、取り上げたいと思うんですが、それより前にちょっとこの前お話が出たので自由意志っていう、でこれもやっぱり心の属性ですけども、自由意志についてちょっと話をしたいと思う。でこれは意識の研究を調べる意味でもですね、結構いいテーマなんですね。で盛んに議論をされてきてます。ですからちょうどしかもですね、哲学の人と科学の人が同時に議論をするという、まあ、一つのプラットフォームになっているので、まあ、そういう話をちょっとしたいと思うんですね。でなぜ、まあ、これ自由意志の問題っていうのはわざわざ考えなくても、なんか自由意志なんてあるでと皆さん思ってられるんですと思うんですね。ただ例えばそもそも論で考えるとですね、まあ、いろんな問題があったわけですね。特に自由意志の問題が一番議論されたのがこのキリスト教の幼児洗礼なんですね。で実際にまあどう言いますかね、そのバプテストのヨハネっていうその、まあ、洗礼をするっていうのがその、まあ、キリスト教の極めて重要な、儀式になっていくわけですけれども、例えばそれはあんまりユダヤ教にはないんですね。ですからある意味でそのキリスト教を代表する、まあ、その意識、それは一番最初そのヨハネにキリストが洗礼を受けるからなんですね。でただですね、これは要するに徐々にその、聖書に書いてあるということではなくて、その皆さん全員が信者全員がどうしてその洗礼を受けないかんかという話になっていくと、やっぱこうユダヤ教とそれからキリスト教のちょうど移行期にあるんですね。でこれはなかなか面白い話で、まあ、実際にはですねユダヤ教、まあ、アフリカでもそうですがユダヤ教では、まあ、その神に帰依するっていうのに一番重要なのが割礼といいますかですね、ペニスの包茎を取るわけですね。でこれはもちろんいろんな意味での風習と関連してるわけですけども、これが宗教と一緒になります。でこの割礼の代わりに幼児洗礼が、まあ、キリスト教では導入されるんです。ですから、まあ、キリスト教自体はその、もともとユダヤ教から生まれてきてるわけですね。でそのこの習慣を一応、取り上げて、まあ、幼児の時からその洗礼を許すと。でしかしじゃあその
その勝手に、洗礼を意識のないうちから受けていいのかという話はもう常に出てきてですね、特にあの、紀元前、紀元からその442年っていう、まあ、エペソスの宗教会議というのがあるんですけども、その時期ぐらいまでにいろんな異端論争があるんですね。で、あのその中でも、ずっと延々続きますけれども再洗礼派というのがあってですね、やっぱり大人になって意識をしてからもう一度洗礼を受けないかんやっていう考え方が出てくるわけです。でそれがやっぱり自由意志があるからやっていう考え方ですね。でやっぱり自由意志はない、もう要するに神が決めとるっていう考え方だと、もう幼児洗礼でっていう話なんですね。で、実際にカソリ、ローマカソリックもそうですし、ギリシャ正教も幼児洗礼を受け入れます。ところがじゃあ新教はどうかっていうと、まあ、この前もちょっと議論されてたんですけども、新教もですね、ルターおよびカルビンは完全に幼児洗礼派なんですね。ですから逆に言うとですね、ちょうどその当時やっぱりいろんな新教の動きの中でもう一度再洗礼派っていうのが力を増すんですけど、それは迫害されます。でしかしながらですね、多分日本の、例えば内村監督とかああいうその、キリスト教というのはある意味では再洗礼派的な考え方に傾いていきますですね。でそれはやっぱり自由意志というものを徐々にこう受け入れるっていう話があったんですね。でその新教ではですから、カソリックの場合はもうずっと幼児洗礼でゴッドファーザーで名前をつけるっていう話がずっと続くわけですけれども、まあ新教の方ではですね、やっぱりこの問題は延々議論されます。で一番まあ有名な、もうついこの前2000年、戦後に行われたものの一番有名なのがカール・バルトっていう人とクルマンっていう人の、まあ、論争で、バルトっていうのは再洗礼派っていうか幼児洗礼は意味がないと、でやっぱり意思があるところで洗礼を受けないかんっていう考え方で、クルマンっていうのはやっぱりそれはもう神が絶対であるとするならば、それはやっぱり幼児洗礼も当然の話やという話で延々議論が続きます。で、まあそういう背景があって、割とそのキリスト教世界というか西洋ではその自由意志の問題で大事にされるんですね。でただですね、自由意志の問題、まあこれズバッとこう言ってしまっていいのかどうか、まあ反対される人もおられるかもしれないんですけれども、自由意志がまあ、ないという考え方っていうのは全てが決定されてるっていう考え方ですね。決定論っていう、だからもう別にもう決まっとるんやから自由意志なんかないでという考え方で、もう一方で非決定論、まあ、物は何も決まっていないっていうのが、まあ、科学はそうですけれども、まあ、この2つの基本的には争いではないかと。でところがですね、まあ寄せばいいのに科学者の方がリベットの実験という有名なやつ、実験を1983年かな出します。でこれはどういうことかというと、皆さんこれ脳外科手術の時にですね、手をピチッとつくんですね、針で。で手をつかれたら、腕を上げてくださいと患者さんに言うときますと、まあ、腕を上げるんですけども、なんと腕を上げようと決めた時もちゃんと印ボタンも押す前にボタンを押してくださいよって言うんですけども、自分で痛いから腕を上げると決めるより前から腕は動き始めとったっていう実験が行われるんですね。でそれはすなわちもう自由意志なんかないんちゃうかと、腕を上げようと思った時より前に腕が上がり始めてるんやから自由意志はないとということを言うた人がおってですね、で、まあ、これは細かいことは言いませんけれども、結構哲学者も科学者も好きでですね、よく使われます。で僕も随分京都にいた頃に、ドイツの哲学者のハバマスという人が、京都市をもらわれたんですが、でその時に、まあ、三島先生というのが出選校院長だったんだけども、ハバマスがなんか科学者も呼べって言うとるって言うんで、まあ、ちょっと西川君来てよとか言われて、で何の話をするんかと思ったら、このリベットの実験をどう思うかという話から始まるんですね。だからやっぱり結構特にドイツでは延々議論されたんですけども、
これ自身はそういうふうに解釈する必要がなくてですね、皆さんやっぱり脳っていうと感覚があって、それからその行動があるっていうのがこうシャープにこうどうですかリレーするように思われてますけれども、前言ったように僕らの今ここで言ってる時間っていうのはやっぱりいろんなものの時間が合わさったものが僕自身今として感じてるわけで、それは神経の長さから考えて当然の話で、ね、全部同じようには動きませんから、ですからそういう話ができてくると、まあ、こういう話は下火になります。じゃあその自由意志っていうのはどういうふうに考えたらいいのかというふうにちょっと考えますと、まあ、分かりやすい例で、これはよく特にトマセロっていう人たちが使う例ですけども、まあバナナが広い原っぱに一本のバナナの木があってバナナがようけなってると、でその時に、まあ、猿はバナナを食べるわけですけども、どういうことを猿は考えるかと考えればいいですね。いやバナナがなってるとこう言うわけね。で食べ頃やというのももちろん猿は分かります。で経験で、でしかしですねすぐに食べに行きません。それはいろんな経験があって、こういう原っぱではですねヒョウが待ち構えとるかもしれないいう経験を見てますから、周りに危険な動物はいるかな、これは逃げられへんなとかそういうことを考えながら最終的に結論するんですね。でもちろんヒョウの方もですねやっぱり原っぱに一個なんてこれはひょっとしたら猿が来るかもしれへんなというふうに考えます。ですからいろんな可能性を動物ですらその頭の中でシミュレーションするというかですね、そういうふうに考えますから、こういう一つの欲望、例えばピッと続いて動くっていうような意思の決定のされ方っていうのはまずないんですね。でこの時の、いろんな条件っていうのは皆さんその記憶の中に、経験で書き換えられた脳を基準にしてるわけです。でこれがもう少し猿と人間の差になるとですね、例えば猿の場合は、バナナを見つけたら他人にやろうとは思いません。で全部独り占めするか、まあ、どっか隠すことはないんですけどね、実際にはもう全部食べようとしますね。でところが人間の場合はそれから食べ頃で、仲間がいいから全部食べれるなとこう喜ぶわけですね。でところが人間の場合はもうそのかなり早い段階から、まあ、たくさんあれば仲間に分けようという、まあ、性格が生まれてくる。でこれが人間の特有の一種の理性で、まあ、これがどう発達してきたかっていうのはものすごく重要な問題で、まあ後で本紹介しますからぜひ読んでいただいたらいいと思いますけれども、ですからこういうふうにこう一つのものを考えるときにですね、何かがその反射的にものが決まることはないんですね、皆さん一人一人で。ですから未来は何も決まっていないという立場に立つと、まあ自由意志っていうのは基本的に皆さんが行動を決定するときにいろんな要素を統合される、こういうことをやれるようになっている脳の機能であるというふうに考えておかれたらいい。で大事なことはですね、私たちの行動っていうのは全部コントロールしきれてる、脳がコントロールしきれてるわけではないということ。でそれはちょっとまた後でお話しますが、それが意識の問題なんですね。だからコントロールできてるように思うこととできて、全く気にもしてないことがあります。で一つだけ大事な点はですね、意識と覚醒、注意を払う、あるいはちょっと起きてるということとは違います。でこれはですね、僕らも医者の場合意識あるかってこう聞く、僕らも病院ではですね、意識というのはちゃんと覚醒してるかどうかで、その患者さんがですね、自分が分かってるかどうかとか、まあ、そこまで詳しい意識の検査というのはしません。しかし基本的に意識というのはどういうことかというと、皆さんが起きてですね、で自分が自分で何を考えているかということが分かると同時に、他の人もちゃんと同じように覚醒していろいろ考えているということをちゃんと思い至るということですね。
で、ですからまあこういうことができるかどうかっていうのが意識で、まあ、例えば病院になるとですね、意識レベルっていうのがありますけれども、聞こえますかって言いますよね。でこういう話は基本的には脳全体の活動を見てる、まあ、覚醒のテストみたいなもんだと思っていただいたらいいと思う。ですから意識の場合はですね、さっき言ったような結構難しい問題をはらんでるんですね。ですからこれをどういうふうに今言ったようなことを研究するかって意外と難しくてですね、自分のことが分かる。で皆さんも意識って何か、自分のことを分かるかって聞かれたら、分かりますわっていう話で、意識がそういうもんであるということはもう誰も疑わないですね。アメリカにウィリアム・ジェームスという、まあ、哲学の人がいますけれども、まあ、この人がその意識とは自分のことをちゃんと理解できることない、自分の心をもう一度見直せることやっていうんですね。でここで彼が言ってるのは、この英語を訳しますと、内省的な観察こそが私たちが信頼すべき最も重要なことです。だから自分が自分のことをちゃんと見つめて分かるということが一番大事ですよ、まあ、デカルトみたいなもんですが。で内省という言葉は我々自身の心を見つめてそれを報告する、皆さんに報告する、そういうことですね。でここに意識状態が存在するっていうことは誰も異論がないと、自分をちゃんと見つめて皆さんに報告できたらこれ意識あるでということを誰も疑いはないんですが、でそのどんな批評家もここに関しては文句ないということで、まあ、意識っていうのは、まあ、こういうふうに考えたらどうでしょう、やっぱり内省的な自分で見つめて、皆さん他の人にちゃんと報告できるっていうことが、まあ、意識と考えたらどうでしょうかっていう考え方があります。もちろん他の考え方もあっていいですし、意識というのが後で最終的に分かっていただけるように極めて複雑なもので、答えははっきり言うとないというふうに考えていただいたらいいんですね。で例えばですね、後でちょっと映画も見てもらおうと思いますけれども、例えば一つ他の人のことが分かるというのもいろいろ重要な定義の違いがあるんですね。でそれは皆さんが何を僕と同じように考える人間であるということは僕も理解します。でそれをセオリーオブマインドというんですけども、でこれは猿も本当はあるんですね。でところが猿にはなくて人間にはないというのはですね、例えば皆さんが自分で僕らと同じようにいろんなことを考えてあるというのは分かる上にですね、皆さんが僕が何を考えてるかについてどう思ってはるやろうかと、今これ喋ってるわけですよ、僕自身の考え方について皆さんがどういうふうに考えてはるやろうかということを悩むというかですね、それから一遍自分のことを他の人がどう考えてるかということを自分が考えるという、こうサイクルになってるっていうことは猿はできないですね。ですから他の人が考えるという問題もですね、やっぱりいろんなレベルがあって、で人間が今日は人間ができる話という話で、ですからこのぐらいレベルの高い話でですね、猿に意識はあるかとか犬に意識はあるかという話はもうすっ飛ばして、僕はあると思っていますけれども、定義の仕方だと思うんで、人間のことに集中して話をしたらいいかなと思ってます。でただですね、そのさっきからいろいろ言うてますけど、意識って何やっていうのを一言で言うのは難しいですね。でこれですね、哲学の人たちがやっぱりこういう問題を持ち出してきたんですね。で特に20世紀戦後になってですね、後で書いてある哲学的ゾンビっていう考え方が出てですね、僕がこれで喋ってる前にいる皆さんがちゃんと意識持ってるということをどうやったら分かるんかと、本当は意識なくてですね、やっぱりなんかこう、反応的に動いてはるだけのゾンビちゃうかという考え方が要するに応用問題ですね。
要するに皆さんが、僕が皆さんはゾンビでないとどう言うたら、どうしたら言えるんかと、逆に皆さんは僕がゾンビでないと、ゾンビの話を聞いてるんでないということをどう言うたら言えるんかということを延々哲学の人たちは議論するわけですね。でこれはなんで、これはものすごく典型的な話で、意識っていうのは自分のことは分かるんですけども、その他人が自分のことをどう分かってるか、自分って皆さんのことをどう分かってるかっていうことが分かりにくい。それはいわゆる皆さんが言うその主観っていうもんですね、主観。でこれはですね、研究のしようがないですね。だから皆さんが心の中で何考えてるか僕全く分からんわけですね。で外側で言われたことをそのまま、鵜呑みにして考えるしかないわけです。まあ、本当は実際にはそうではないような技術はどんどん出てきてるんですけれども、この主観の問題、私が考えてることが皆さんには分からない いうことが意識を考える、特に人間の意識を研究することの最大の問題点ですね。ですからこれは哲学の人もですね、ね、いくら、二元論を克服して科学で意識を研究しようとしてもですね、このゾンビでないということを証明できるはずはないという話をいっぱい、特にアメリカの分析哲学の人たちはやります。で日本の哲学の人はほとんどしませんね。それからヨーロッパの哲学の人も こういう話はほとんどしなかったんですけども、アメリカではものすごく重要な問題になります。で実際に、まあ、ここで、その哲学的ゾンビのところで議論されたものは、皆さんが本当に心を持っているという証拠を挙げることができるでしょうかと。でそれがもしできるとしても、本当にどうしたらそれがちゃんと実験的に信頼できるかということを検証できますか。でまあ大体難しいと思いますけれども、もし証拠が信頼できんなら、証拠が全くないんなら心がないという話はあっていいんで、そうするとゾンビは存在してもいいんじゃないかという、まあ本当にどう言いますかね、三段論法の極致みたいな話が延々行われる。ですからちょうど20世紀戦後、そうですね、のいろんなアメリカの哲学を読まれると、まあ、こういうことが延々議論されているのを読まれることになると思います。で同じようにですね、日本でもソニーだけが、まあね、使った話でクオリアっていうのがある。これもやっぱりアメリカの分析哲学で議論した話でですね、皆さんが感じている赤と僕が感じている赤をどうやって同じと分かるんかと。でこれもね、本当は僕はJT のところに書いてますけども、議論をすること自体は意味が僕はないと思ってて、その言葉、赤っていう言葉と実際に赤っていう感覚ですから、まあ、こういう言葉がどうやってできてきたかというのを考えると、クオリア論争というのもあんまり意味がないと僕自身は思ってますけれども、まあ、こういう問題があってですね、で皆さんの主観というものがやっぱり分からないとすると、意識の問題はできへんの違うかとやっぱりみんな考えたわけですね。でしかしやっぱり科学者は決して、まあ、それにひるまずにですね、意識の問題に突き進んでいきます。でですね、一番分かりやすいのはその、まあ、これ要するに哲学論議を廃して実験的研究を進めるわけですけれども、ここで大事になるのはですね、そんなもんゾンビなんていくらでもおるでという発想が大事だったんですね。で皆さんもゾンビになれるし、意識のない状態なんていくらでもあるでと。もうそれはありますよね。皆さん毎日寝ますね。でこれ意識あるって言いますかっていう話なんですね。で夢見るやろと。で夢見るっていうのは、それ意識、皆さんが起きてる時と寝て夢を見てる時と同じと言えますか。ものすごく簡単な問題にしていけるんですね。で、もちろん全身麻酔をかけると意識はあるんでしょう。
だからもちろん痛くないとかそういうだけの話ではなくて、この皆さんが起きている時にその自分が起きているっていうことと外界のものとがちゃんと一致してるわけですね。でそれが寝て夢を見てる時にはないわけですから、こういう定義での意識はもちろんないんで、意識を失うということを、まあ、寝るというプロセスで考えてもいい。でただまあ寝てしもたらもう研究もないやろって、実際にはそうでもないんですけども、あの今日は、まあ、あの寝ることに関する研究は話しませんけれども、やっぱり本当にゾンビに近いやつも欲しいわけですね。でやっぱり一番ゾンビに近いのがこの無遊病という無遊病というのがあるんですね。で僕も実際臨床を7年間やってましたけど見たことありませんわ。で小児科の先生はですね、子供が勝手にパッと起き出して、ベッドの周りを歩いたりするのは しばしばあると言いますね。ですから無遊病っていうのは要するにちょっと起こして今どこにいんやろかというふうに思うぐらい意識なしに行動してるということですね。でところがですね、これ面白いのは無遊病の人はけつまずいてひっくり返って怪我することないんですね。だから要するに皆さんと同じように普通に歩いとるわけです。でちゃんと、障害物を意識してるね。で症例報告ですけれども、なんと全く意識せずに自動車を運転して帰ってきた人がいる。でやっぱりそのぐらいあって、それはもうはっきり言うと皆さんがこの無遊病の人はゾンビになってですね、完全にその行動ができるという、まあ、証拠なんですね。で実際法学部の先生たちはじゃあそこで殺人を犯したらどうしようかという話が出てますね。で実際これ、まあ、皆さんご存知かどうか、ベリーニという、まあ、有名なオペラの作曲家がいるんですけども、シチリア生まれの、それでこの人の無遊病の女っていうオペラがあって、僕も 2,3 回見たことあるんですけれども、まあなんか荒唐無稽の話ですね。要するに婚約して明日結婚するっていう人がふっと起きたら違う男のベッドの中にいたと。で男が怒って婚約破棄になるんだけども、次の夜にそれは無遊病でうろうろしてるのをみんなが見つけて、ああこれは病気かということで婚約破棄にならずに行ったという話なんですけども、まあ、こういうオペラをベリーニっていっぱいたくさんいいオペラ書いてますからこういうオペラっていうのはまあちょっともうどうですかね、下手者みたいなイメージで彼は書いたのと違うかなと思って、シチリアに行った時にですね、彼のお墓に行くと、なんと無遊病の女のレリーフが彼のお墓についてるんですね。だからやっぱりものすごく真剣に彼はその無遊病の女を考えたわけですね。ですからまあはっきり言うと無遊病っていうことは明らかに意識がなしに行動ができるということですね。でこれはもう大変なことやと皆さん思われるかもしれませんけども、でも皆さんも当たり前のようにそれがあるんですね。でそれは寄って家にどう帰ったかわからんということはありますよね。ないかもしれませんけども、それ以外にもですね、僕はラグビーやってて脳震盪を起こしてて走ってどこ走ってるかようわからへんだったというのはある程度ありますね。それから運転でもですね、皆さんその普通に運転されてる時に今どこを見て何をどういうふうに通ってきたかなんてきっちり考えずに、ほとんど気もそぞろに、しかしちゃんと運転できてるということはざらにあるんですね。ですからやっぱり皆さんもある時にはゾンビの経験をされてます。すなわちどういうことかというと、ちゃんと行動ができてもある意味でその行動をちゃんと意識していないということはいくらでもあるということ。意識というのはそういうもんであるというふうに考えてもらう。で逆にですね、意識をしない方が大事な記憶があるというのはこの前話しましたねそれは一旦自転車に乗れるとですね、皆さん自転車の乗り方を忘れませんね。でいちいちこれからその、ペダルに足をかけてハンドルをどうしてっていうことを皆さん自転車に乗る考えます？考えませんよね。
でそれは要するにこう考えるというところをすっ飛ばしてすっ飛ばして記憶が成立するようにやるんですね。ですから音楽家もそうだしスポーツ選手もどれだけ意識から解放されるか、運動が解放されるかというために訓練を延々やるわけです。ですからスポーツ選手を作るということはどれだけゾンビが作れるかということを皆さんやってる。意識したらもう負けです。ですからまあこういうことをやってるわけですから、その意識というものもちゃんと科学的にいろいろ考えれるなというのはだんだん分かっていただいたと思いますけれども、ですからまあ意識と覚醒は違うんですけども、意識っていうのはこの自分の感覚と行動を把握していることで、それがなくてもですね皆さんの行動ができるということは多分お分かりいただいたんではないかというふうに思いますね。でじゃあ次にですね、ですから皆さん行動しているときに必ず起きて行動しているから意識があるというわけではない。で意識があるときもあるしないときもあるということがやっぱり皆さん毎日毎日の行動である。じゃあこういう問題をちゃんと実験として研究できるかどうかっていうのが、まあ、次の問題になってきます。でこれは一番いいやり方はですね、皆さん一人同じ人が意識をしているという状態と意識をしていないという状態が同時に存在する、まあ、一枚の片一方の脳では寝てて片一方の脳では起きてるとかいうようなことがあってくれると、意識とは何かということを調べることができます。でそんなことができないんじゃないかというふうにみんな考えたんですが、やっぱりいろいろ考える人いるんですね。やっぱりできるんですね、ある程度は。でそれがですね、まあ、一番有名な実験はこの両眼視野闘争という実験があります。でこれ何が書いたかというと、顔とそれからビルディングが書いたんですけども、顔は緑で書いてます。でビルディングは赤で書いてあるんですね。ですからこっちが緑、こっちが、赤の、眼鏡を皆さん使っていただいてですね、これを見るとですね何が見えるか。ですから右側で、右側はもう全部ビルディングしか見えない。で左側は、顔しか見ないという状況があったら、実際皆さんは何を見るか、まあ、家でやってもらったら分かりますけれども、要するに2つは絶対見ないですね。で、ある時は顔がで、ある時はビルディングで、頭の中で行ったり来たりします。で最終的に好きな方に固定するかなっていう人もいるんですけど、まあ、大体顔が出て、またある時間するとまたビルディングが出てっていうのを繰り返します。で全くこう左右別々に直接入れても同じことが起こりますから、それが何を意味するかというと、片一方のどう言いますかね、絵を意識しているときにはもう片一方は意識してないということですね。ところが見てるんですね、ちゃんと目では見てるのに、意識してる方と意識してない方があって、でそれが行ったり来たりしてるんですね。それは両眼視闘争やってもらうとすぐ分かります。もうちょっと分かりやすい例で言うと、これがそうですね。これこれを皆さん、これどっちに見えます？おばあさんに見える人、皆さん若い男の人が多いから若い女性の方をよく見てあるみたいですけども、実際にはここを口やと思ってもらうとおばあさんになりますね、鼻で。だからおばあさん見てるときには若い女性見えませんから、だから同じようなもんなんですね。だからトップダウンで意識をおばあさんに集中すると若い人は見えない。だから要するに皆さんが何か見てるというときでも意識があったりなかったりしてるわけですね。ある、まあ、右目では意識があるし左目ではないというようなことがしょっちゅう起こってるというふうに考えてもらったらいいと思うんですね。でこういうことは別に皆さんこれは正常の話を言ってるんですけども、異常でもっとどうですかね、はっきり分かることがあるんですね。でそれが次に書いてあるその盲視という現象なんですね。
でこれはあの脳卒中やいろんなあの、まあ、外傷でですね、目であの網膜が投射している場所が壊れてしまった人がいるんですね。でところがですね、そこが壊れても、網膜からのルートっていうのはもう一歩ちょっと変わったのがあるんで、じゃあその人は全く周り見えますかっていうと、いや全く見えませんおっしゃるんですけども、じゃあ今僕はどっちの手を動かしましたかって言うて、もう何でもいい、ランダムでええから言うてくださいって言うと、大体当たってることが多いですね。すなわち自分では意識できてないし見えてないと思ってんだけども見てるんですね。でこれを盲視って言いますけれども、まあ、こういう現象があります。でそれ以外にもですね、まあ、この前ちょっと話をしましたけども、半分だけが見えない。ですからあのご飯もですね、こう真ん中にお膳を置くと半分しか食べない。逆さま向くとまだ残りの半分食べるんですけども、そういうふうにやっぱりあの見てるということと意識してるっていうこととは全く別なんですね。ですからこういう今あの皆さんが普通に行われるような、あの両眼あの両視野の闘争とかそういうようなものが実際には異常な状況ではもっとはっきり分かるということがあの、まあ、病気の研究から分かります。ですからあの今意識っていうものは、例えば見えても行動しても意識がないことがあるという話を、まあ、皆さん理解してもらえたと思うんですけれども、逆もありますね。でそれが幻覚ですよね。だからないのに感じる、で逆もあるわけですね。でこれはあの、アルコール飲みすぎでかなりひどい繊毛のある人が起こるんですけど、何でも小さく見せてね、でパリパッド症候群っていうんですけども、小人幻想が見える、何でも小さく見えちゃうんですね。幸いあの皆さんどうもないで、僕も幸い、まあ、アルコール好きですけども、なかなかあのここまでは行ってませんけれども、小視床といいますが、こういう幻覚がある、すなわちそんなもんないのに見えるんですね。絶対見てると言います、ね、でもうちょっと、まあ、医者でも、経験する例で言うと、コカイン中毒の人ですね、覚醒剤。でこういう人たちは要するにあのもう虫が体中を這い回ってる言いますね。虫がいるんやと、こういうふうに。でこれは原色と言いますけれども、こういうものは虫に這い回られてる感覚を持ってるんですね。でしかしあの見てもないっていうのは分かってても感じるわけですね。ですからやっぱり見えないものが見えるということすらありますから、結局意識っていうものっていうものは結局あらゆるその感覚っていうものから分離してですね、存在しうるということが大事だというふうに思ってもらったらいいんじゃない。ですからいろんな不思議な経験を皆さんされることもあると思いますけれども、意識がそんなもんやと思っちゃうと何でもあるなと、もう僕自身は思いますけれども。であのところがですね、こういう幻覚はじゃあ普通の人はないのかというとですね、まあ、皆さんももし腕を一本失われたとするとですね、やっぱり幻覚出てくるんですね。でそれは、このどうですかね、なんて、ファントムリムってなんていうのかな要するに、ファントムリムって言うんですけども、なんか、自分の腕がないんだけどもあるように見えちゃう。で実際にはあの痛みを感じてですね、腕が痛い痛い痛いと、手先が痛いっていうね。でそれは、腕が完全になくなってるっていうのが分かってもそういうことがあるんですね。でこのメカニズムも結構分かっています。ですからあの、やっぱり意識っていうものを、そのいろいろ幻覚、見えないものが感じるということを僕らはやっぱり普通にあるんだと。でそれはですね、あのこれ、もともと僕らは感じなくてもいろんなところが動くようにできてるんですね。でその一番分かりやすい例がですね、このミラーニューロンっていうやつです。
これはなかなか面白い大発見ですね。20世紀の、まあ、あの神経科学の中でも一番面白い発見なんですけども、猿の実験をしてた人が、まあ、こう電極ついて猿の実験をしてた人がですね、まあ、一匹の猿だけを飼ういうことはないですから、いろんな猿に の場所で、一匹だけこう脳に電極をつないで調べたんですね。でところが、まあ、こう手で運動するところをずっと調べてるとですね、もう一方の猿に、バナナをあげてそれを食べよるとですね、その猿はもう一方の猿は、バナナを食べてるというところが自然に興奮するんですね。でそれを要するに他の人のふりを見て興奮する、もちろん感じてないんですよ、興奮するというのでミラーニューロンで、これイタリアのグループが見つけたんですけども、まあ、これがまあ皆さんが他の人を感じることの基本にあるんですね。ですからこういうミラーニューロンっていうものもやっぱりその意識しないで、こういう反応が起こっているということの、まあ、一つ面白い例ですね。でしかしこれがないと多分皆さんは他の人とのコミュニケーションというのはできていかない、すなわち僕が考えていることを皆さんも考えているというこの基本がこういうところにあるんですね。ですから、まあ、こういう意識っていうものをこう実験的に読み解いていくと、まあ、はっきり分かってくるのは、要するに何かを選び取る、それが自慢自由意志じゃないですけども、毎日毎日僕らは膨大な刺激を受けているわけですけれども、その中から一部を選び取る仕組みやなと。ですから両眼で見てるともうびっくりするぐらいいろんなもの入ってきてる。で本当のところはほとんど覚えてないんですね。でただしじゃあどれを覚えるのかっていうことを決める仕組みが多分意識っていうもんだろうと考えると、まあ、比較的分かりやすいんじゃないか。でただこれは僕が言ってるだけですから、まあ、皆さん真面目にあんまり考えてもらう必要はない、まあ、いろんな形で皆さん考えていただければいいと思います。ですからこのようにその具体的な問題として、ちゃんと実験していくということはできるんですね。だからこれがやっぱり脳科学の大事なことで、で実際に、ニューラルコリレートっていう DNA の、構造の発見でノーベル賞をもらったフランシス・クリックという人はもう後期はずっと神経の研究をやるんですけども、で彼らがそのニューラルコリレート、要するに何て言うんですかね、神経の指標みたいなもんですね、なんか意識があるとかそういうふうなものに神経細意識があるとしたら神経がどう反応するかっていうようなことを、これをニューラルコリレートと呼ぶんですけども、そういうものを研究していきましょうっていう提案をしてですね、まあ、今こういう今までは到底研究できないと思ってたような問題を整理し始める、脳の、まあ、いろんなことで整理し始めるというのが行われています。でそれが例えばさっき言った時制であるとかですね、とかいろんなことを考えるマインダーワンダリング、こんなもん猿ではやれませんから、それから未来のことを考えるとかですね、それからセオリーオブマインド、それから例えば皆さんは過去と未来を同時に考えられますから、まあ、こういうことがどういうふうな脳のメカニズムで行われているかということを研究するグループが結構出始めてるんですね。で例えばマインドワンダリングなんていうのは結構よく研究されてですね、これは回路が分かってきたんですけども、要するに、まあ、僕らもいつもよう文句言われたんですけど、まあ、学校の先生にもう集中しなさいと、いろんなことをゴロ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 考えるなと言われる、この、まあ、いろんなことを頭の中であえないこえないと考えることをマインドワンダリングと言いますけれども、要するに何かに集中しないっていう、しかしいろんなことを考えているというのはどういう仕組みで行われるんだろうというようなことをやっぱりやってる人がいるんですね。でこれは脳の活動をこの前お話した記録する方法であるとか、それから病気になられてそこが故障するというようなことで、まあ、実際今分かってきているのは何もしないで、じゃあ脳は静かかというと、皆さん何もせんのぼーっとしてるとですね、でもやっぱり脳は活動してるんですね。
でその脳の何もしないときに中程度に活動しているところが何も考えないときに働く脳回路がワンダリングのときに働いているとかですね、そういうことが、もし皆さんがもし何かをしようと思って、やりますと、そのこれはもう全く消えるんですけれども、集中するとですね、そこがものすごく高まって、なんか他のところとの関連を抑えちゃうんですね。ですからちょうどいい程度にぼーっとするといろんなことが考えられるっていうようなことが脳科学的に分かってきてます。で、実際には、それをではどうして分かるかというと、皆さんがですね、何かぼーっとやってるときにはぼーっとしてるように思っててもやっぱり何度瞳孔が縮んだりするんですね。ですから瞳孔を調べながらその脳を調べたりすると、その今言ったマインドワンダリングっていうようなものをちゃんと、ニューラルコリレートですね、その神経の活動としてもう一度定義し直すことができる。でそういうことを一生懸命今やってる人がいるわけです。でなかなか面白いですね。到底こういう人間でこういう研究ができると思わなかったことをやる。で未来の問題もそうですね。未来っていうのはその皆さん最初から未来を知ってるわけではなくて、基本的には過去が過去の知識、いわゆる情報というのは未来のためにあるわけですね。だからどうしてその過去を学習することが未来の構想につながるかっていうようなことの回路を一生懸命研究している人です。で、これがうまくいかないと、例えばうつ病であるとか不安神経症にかられたりしますが、例えば基本的には同じとこは動く。前ちょっと昔覚えてるものを見るときにはもう一度、視覚野が動くと言いましたけど、同じようなことが起こるんですね。すなわち過去にいろんなこの前お話したエピソード記憶や意味記憶や手続き記憶やらが全部こうキープされていくわけですけども、それの投射みたいなものがその予想として起こるということが分かってきてるんですね。ですから、こういうこの過去がどうして未来を考える情報としてもっと重要かっていうようなことも人間で少しずつ分かりつつあるということがあります。ですからこういうことをやると、その過去の記憶が未来の要するに、プロスペクトと言いますけども、プランにつながって人間は火を使えるようになったわけですね。これは猿ではできないことなんですね。ですからやっぱりこれをやるっていうこと自体は人間の特有の意識の問題の研究になるわけです。で、こういう問題はですね、ですから猿の研究というのがものすごく大事です。で要するに猿と人間がどう違うかということで、僕はねこれは読んでないんですけども、一応ちょっとピックアップして、兄弟出身なんで山際さんのも出さんのも悪いやろうと思って、それで基本的には おすすめできるのが、このトマセロさんという人と、それからドゥバールさんというのは猿、この方はボノボの研究、この方はチンパンジーの研究ですけれども、こういう猿と人間を延々研究してですね、人間と猿がどう違うか、割と皆さんその本を読まれると猿がどんだけ人間かっていうところが面白そうに思いますね。言葉が話せるかとかね。しかし本当に大事なのは、間違いなく猿にはできなくて人間にできることをちゃんと記載していくことですね。でそれが分かれば脳の、意識の研究や今言った時間の研究ができます。ですから、こういうことを猿の人たちがこの頃はいろんな本書いたりして一般の方にも分かるようにしています。で例えばですね、一つだけちょっと実験をお示ししますと、セオリーオブマインドって先ほど言いましたね、皆さんが何を考えているかということをある程度は理解する。これは猿がそうかっていうのは、これ実際にはですねちょっと見にくいですね。2人の女の子がいてですね、でボールか何でもな、で要するに
このどこにボールを入れたかっていうのをですね、例えばこの子がここにボール入れますね。で、でその部屋を出て行ってですね、でこの子はそのボールを違う箱に入れた。するとこの子はどこを探すだろうっていう話なんですね。で実際この絵を見て、これをこの絵を見さすんですね。実際にはこの子が調べたいわけじゃなくてですね、こういう漫画を見せて3歳の子供にですね、この人はこの、まあ、A さんはどこにボールがあると思いますかって聞くんですね。でどこにボールがあると思いますかっていうと、当然この時に入れたところにあるわけですけれども、観察している3歳以上の子供だと、この子がまだ行けずしてこっち側に入れたのを見てますから、この子はこちら側にあるぞという話を言うんですね。要するにこの子はここにあるのを多分知らなくてこっち側で言うだろう。ところがそれがわからない子はですね、もうボールのあるところをそのまま言うんですね、こっち側にあるという。でこれを子供のメンタルテストに使います。で自閉症の子供はできないですね、これが。だからセオリーオブマインドがないんです。でこれをですね、なんと実験で猿でもあるということをやったのは、これは熊本にあるチンパンジー施設があるんですけども、その人たちが、やった仕事でですね、これやっていいかな、これで。でこれをこの要するにボカーンと殴っとるわけですね。で殴って、ここに もちろん両方見てますから、要するに視線を見てると僕もう一匹のチンパンジーが見てるんですね、今見てると。そうすると当然今隠れた方を見てますから、どっちやというのが分かりますよね。でそれから人間と同じ実験をチンパンジーでやるということですね。でそのかじゃあ人間の場合はどっちやって聞いたらこと言いますけれども、言わないんで、そのどこを視線をずっと追いかけるという実験やるんですね。で視線を追いかけると、要するに行けずしたのが分からんぞという話で、この視線はこの登場人物ではなくて、見てるこの画面を見てる人の視線を見てるんですよ。ですからこういうことで、その猿もこれ猿の視線を追いかけてるんですけど、猿もセオリーオブマインドというのがある、ちゃんと行けず、されたということが、この子には分からんでこっちが言うだろうということまで分かる。でそうするとこっちが見よるんですね、これね。だから本当はな、普通それが分からん子はこっちが見ます。ですから、まあ、そういう実験をちゃんとやるわけですね。まあ飛ばしますけれども、ですから、これ消したらいいな、まあ、こういう猿の実験というのが今ものすごく重要な実験として今、まあ、盛んにやられている。で特に脳の研究としても、両方その脳いろんなことができますから、まあ、猿の実験というのが今どんどん進んできているというふうに思ったらいいんじゃないかと思いますね。ですからまとめとしてはですね、じゃあこういうところはどういうものがかかっているかというと、ものを考えるところというよりは、そのブレインステムと言いますけれども、ものすごく視床とかそういう、根幹に関わるものが基本になって、そこでいろんなネットワークが作られているというふうに、まあ、意識は考える。ですから先ほど言いましたように、意識がないということはいくらでも僕らは毎日の生活の中であって、でその中であるものだけをたくさんの中から選び取っている。でそれのプロセスが多分脳幹を中心にするネットワークで働いて行われているということを、まあ、考えてもらったらいいと思う。で最後にちょっと駆け足でですね、ちょっと感情というのが、でやっぱり人間の感覚の中でもう一つ大事なのは感情ですね。でこれはですね、なぜ大事かというと、基本的にはその皆さんの行動というものは、まあ、多くの場合理性を
理性と道徳に基づいてという場合があるんですけれども、まあ、ほとんどの場合はしかし感情の役割が大きいんですね。で、感情というのは行動の準備をし、将来の行動のプランをプッシュしてくれる、それから他の個体との付き合いをさせてくれる、それからホルモンとかそういうようなものとの仲立ちをしてくれる、こういうもう基本的な、どう言いますかね、その力道といいますけれども、そのこうモチベーション基本なんですね。ですから実際にものすごいローマカソリックが強い時代にもですね、このスピノザという人は、このエチカという本をこの前言いましたけども、ようこんなこと言うだなと思いますけれども、善および悪の認識を我々に意識された限りにおける喜び、だから喜びとか悲しみというものはが結局善悪やと、自分がいいと喜ぶものは善で、嫌なものは悪やと言い切っちゃってるんですね。で、もちろんどのぐらい、ここですね、ちょっとまあ言葉が分かりにくいと書いてるから申し訳ないですけども、要するに、まあ、何が強く、感情が強いほどやっぱり善悪の刺激も強いとか、まあ、そういうことで基本的に感情というものが私たちの行動を決めるということを彼はやっぱこの時代にちゃんと言っちゃってるんですね。でもちろん彼はその後でこれを克服する理性というものをちょっと書いてきますけれど もう基本的にこの感覚と感情の働きというのは私たち この行動を決める。でそれはどういうことかというと、まあ、皆さんのお腹が減ったというその体内からの刺激と外界からの刺激が脳で処理されてですね、一つはフィーリングとしてその行動を促しますし、それからもう一つはそれをやってよかったという感情を促すわけですね。でこういうサーキットで行動ができていて、その中でこのどう言うんですかね、その先ほど、リベテラの話しましたけど、行動というよりも 何よりも感情というものがドライビングフォースとして大事だと。でそういう実験はですね、いろんな形で脳のことが分かってくると行われてですね、これはまあ有名な実験ですけども、喜びの電極実験というのがあるんですね。でこれは辺縁系でドーパミンのところに、ドーパミンのある場所に電極を入れてですね、このネズミをずっとレバーを押すとビッと電気が来るようにするとですね、このネズミはずっとレバーを押し続けるんですね。でそれは押し続けると気持ちいい、だからはっきり言うと麻薬と同じようなことを電気で作れるということですね。で実際に1時間に1000回押したという、だからそのぐらいすごい喜びがあるというようなことが行われて、でこれ自身はですね、もうちょっともうこれややこしいんで申し訳ないですけれども、このどう言いますかね、脳の場所としてよく分かっています。でこれはここに側座核というのがあるんですけども、側座核とそれから、これちょっと間違っちゃってるな、僕なんて書いてある見えない、あ被害か、あごめんなさい、テクトムそれから、その2つ、まあ、重要なところがあって、これがなぜ重要かというとですね、全部この麻薬によって刺激される場所なんですね。でそれが皆さんが満足する一つ の重要な場所としてあって、それを麻薬で、ある意味その活性化させることができる、ですから満足させられる。ですから皆さんがおいしい食べ物の匂いがあって、あこれ食べたいな、でもうおいしい、もうどんどん食べてしまうというような、こういう行動は全部この、即座覚とそれから被害のこのインタラクションで、行われます。で、それで空腹を感じたりするだけじゃなくて、ここで空腹を感じてここは満たされへんとですね、次に食べ物を食べると
より大きな喜びが起こるというようなことも全部ここで起こってきます。でこれはやっぱりネズミの実験かっていうとですね、そうではないんですね。で実際にこういう皆さんモチベーションが起こらないと何が起こるかっていうと、まあ、一番有名な病気はこの神経性食指不全っていうのがある。で僕もあの私の兄弟時代の最初の秘書さんがこれにかかってですね、でやっぱり24キロぐらいまで下がったですね。で最終的には亡くなる、まあ、死亡率のものすごく高い病気です。でこれ要するにそういう今言ったその回路が働かなくなると全くもう食欲も感じずに食べないでおるわけですね。ですからこういうことが起こるっていうことが基本的に感情を司るいろんなサーキットで起こります。ですからもうこれ最後ですけれども、感情の回路っていうのはなんていうかな、怒りとかそういうものだけに皆さん思われるかもしれませんけれども、多くのこの精神病はこの感情の回路が侵されることが多い。で実際、例えばうつ病であるとか統合失調症とかそういうものを全部、こういうところが関わっていることはもう間違いないですね。でもちろん他のところも関わってますけれども、ですからまあこういうふうに今日までずっと3回にわたって、まあ、脳の話をして、最後にまあ意識と感情という話があって、まあ、これ自身はあまり今までは研究脳の話では出てこなかったですけれども、これからはますますこういう問題が重要な問題として研究されていくだろうと、まあ、僕は期待しています。じゃあどうも3回にわたってありがとうございました。先生どうもありがとうございました。そうしましたら、このまま引き続きまして質疑応答のコーナーに移らせていただきたいと思います。質問のある方おられましたら手の方をお上げいただけますでしょうか。どうもありがとうございました。3回ともあれは難しい話でまだ十分消化しきれてないんですけど、私が一番最初に興味を持ったのは脳の進化と意識ということでございましたね。で、まあ、進化と意識は、まあ、不可分かなと思うんですけど、進化という限りにおいては進化の前の脳というのはあるわけですね、まあ、古い脳、まあ、原始代の脳、まあ、あるいはそれよりも、ね、でその場合その原始代の脳というか進化というのをどういうふうに捉えたらいいかなと思うのと、二つあるんですけど、最初の方にものすごく単純なネットワークのできない脳の話をします、うん、はいはいはい、それから、はいはい、もうちょっとするとですね、こうどう言いますかね、塊になり始めて、はいはいはい、ネットワークでなんか支配し始めるっていう話があって、はいはいはい、基本の基本は人間も全部一緒ですね、はいはい、だから脳のすごいのはそれを複雑にすれば複雑にするほどいろんな可能性が出てくることなんですね。ですから多分まだ僕らは完全に理解してないですけども、チンパンジーと人間のちょっとした差がこれだけ大きなもの、例えば他の人と、協力したりとかですね、そういうようなことができるようになるっていうのも全部そのちょっと回路がより複雑になればいうことで起こってくるんで、その原始的なものっていう意味で言うと、それははっきり言うと量的にどんどん減っていく、量的に減ればそれは複雑なものを作りにくくなりますよね。だから倍になるだけでもうびっくりするぐらいいろんなものが作れるっていうような風に脳を考えておかれたらいいんじゃないかなと思いますね。ということは結局人間は生まれた時からそんなに脳の重さとか量というか変わりません、ね、変わってないですよね、はいはい、そうすると変わってるんですか。変わりません。あ、変わりませんね、はいはい、そうするとその各脳の各パートというか部位にあるその神経回路というかそういうものは工事化されてきて、で工事化されてきていろんな意識とか複雑なことを
そうですね、前回言ったようにこう書き換えていくんですね。あ、書き換えていく。それがものすごく書き換えていくっていうか、その、細胞が増えたり減ったりっていうのはむちゃくちゃ起こるわけじゃないですけど、もちろんある程度起こりますけれども、でその上で細胞と細胞のつながりがどん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 変わっていくんですね。でこれがやっぱりはっきり言うと、まあ、研究者も何も分かってないと。それは、それは自分の努力もあるんですけど、外界の刺激とかそういうものによる作用で進化というのはあるという、これ今回全然話しませんでしたけど、ね、天才的な人っておりますよね、はい、だから例えば音楽だけができる、まあ何もかもできるダヴィンチみたいな人はちょっと別ですけども、例えばサヴァン症候群っていうのがあってですね、音楽だけは徹底的にできるっていうのがあるんですね。あるいは、記憶でもですね、まあそれはもう何十桁っていうものを自然に見ただけで覚える人っていうのね。でところね、そういう人は必ず他のことはできません。ですからやっぱりあるその方向に集中したら、なんか僕らがもう考えられないことができるんですね。その分逆に僕らはいろんなことをやってるからそういうことができないんやと思われたらいいんじゃないかと。それでね、ちょっと思い出すんですけど、最近まあ、僕らは戦前の人間ですけど、コオロギの音を聞くと心は休まるとかね、虫の声、はい、コオロギとかね、はい、ところが現代人は電子音楽とかそういうものに聞き慣れて、コオロギの鳴き声が気持ち悪いとか、うん、幽霊が聞きますよね。そういう場合は脳のあれとして進化という範疇ではないですね。学習ではないか、あ、はい、で例えばね、コオロギって言わなくてもですね、皆さん、和音ってハーモニーを聞かれると、はい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 、それは気分がいいと思われますよね、はい、で不協和音っていうのは、はいはい、気分悪いですよね、はいはいはい、ところがね、ちょっと去年かな、論文出たんですが、アマゾンの現地の方に行くと、なんとその一切ハモらない民族っていうのがいるんですね。歌は歌うんだけども、みんなでその同じ歌を歌う。でその人たちがやっぱり街に出ていくと、だんだんその合唱できるようになるんですけども、その人らにその不協和音と和音を聞かすとですね、現地の人はもう不協和音も全然気にならないんですね。だから綺麗な音であろうと汚い音でも一緒やという。でところがコオロギの音を聞かれて、その町でそれで暮らしたその同じ民族の人は今度は和音しか聞かないですね。ですからやっぱり脳ってそれぐらい違うと思ってもらったらいいんじゃないかですね。ということは、ある意味進化と同時に退化ということも起こっているということですか。それ退化とはまた違うんですか。どう言いますかね、その個人の進化、個人で発達することと、それから進化というのは分けて考えないというかね。で退化した場所があるかどうかっていうとですね、それは多分5万とありますね。例えば匂い考えてもらうと、僕らはだいたい2000個ぐらいの、匂いの遺伝子があるんですけども、もうちょっとこう犬なんかになるともっともっと多いですね。だからやっぱりそれは必要に応じて、で一番面白い例で一つ言うとですね、体化で一番面白いで言うと、ペンギンはですね、甘いものを感じられないんですよ。でそれは甘い味覚がないんですね。それは何でかというと、まあ、皆さんも冷たいものを食べてもらうと甘いものは分からへんと思う。だからペンギンはいくら食べても甘いものは分かっても、南極におると意味がないんで、でもう体化させてるんですね。それは神経の体化で、脳の体化とは神経の体化です、はい、脳の体化とはまた別の。いや、そうですから、同じようなことはいろんなところであります、はいはい、それともう一つですね、デカルトの話が一番最初にあったんですけど、まあデカルトの有名な言葉で、我シース、我思う故に我あり、ね、はいはい、デカルトより以前にそういうこと、意識という意味ではやっぱりデカルトが一番最初ですか。そうでもないんですか。ね、デカルトが意識をどう定義したかって結構面白い話があって、それはね、消化体っていうものがあってですね、うん、だからデカルト、心と体は機械なんだけども、はいはい、どっかで結びついてるって言うたんですね、はい、でそれが一応解剖学的に知られてる消化体っていうものやって言うたんですけど、はい、そのままみんな言うただけの話であって、
まあ、基本的にはその分けて考えると便利やでということと、うん、でこれ分けて考えることの重要性ってあるんですね。それは心の部分はキリスト教がやっぱり支配するわけですから、あまりこう人間全部やる言うと迫害されるわけですね、うん、でもう一つはやはりその自分でもうコギトエルゴスムっていうのは自分で考えることが大事ですよと。でなぜそれがみんな今から考えたら当たり前ですよね。だけどそれが言えなかったというのはやっぱり自分で考えずにやっぱり牧師さんの言うことを聞けというやっぱりそのまあ暗黙のその命令があったわけですね。どうもありがとうございました。他にございますでしょうか。はい、どうもありがとうございます。まず聞きたいというか、はい、自由意思の問題なんですけども、その意思というのは、まあ、今日の先生の説明だったら、まあ、判断あるいはその統合して判断するとどちらを取るかと、そういう意味では自由意思は、まあ、あるとも言えるし、というか、まあ、いろんなところのシミュレーションして僕らはものを決めてるというだけのことで、多分その昔のその自由意思問題に関する議論というのは、はい、その思いはどこから来るの、現象的な思いはそれを決める前のその思いっていうのだから要するに、まあ、今の脳科学的な話でいうとやっぱり最後にちょっと話しますが、感情というものがベースになってそれが何かをせよという命令をしてくれてるわけです。だから例えば感情の回路が切れてしまうと何もする気にならないし、その意思を行使しようとすらしないですね。その感情もどこかから来てると思うんですけど、どこから来てるか、その感情はやっぱり自分の好き嫌いって言えばそうなんですけど、そのスピノザが言ったように、しかしその好き嫌いあるいはその嫌いなものを回避する行動がその人間のそのまあ感情による行動原理やという考え方はあると思うんですけども、その思いはどこから来てるのかと、それも自由意志の問題。一番最初にどういう形で回路が動いてるかということですよね。そうですね、聞かれてるの、でそれ自身はですね、どう言いますかね、なんかこうスイッチを入れてですね、脳が動くというふうなことを考えられるとよくなくて、やっぱ発生している間にもずっと脳の細胞というのは活動するようにできてるんですね。ですから何か意味のないような活動をしているように思っちゃうんですね。ですからそのどう言いますかね、こうものすごくあるものに集中するというのは極めて不思議な状態で、僕らにしたらでそれをやっぱりちょっと維持してるわけですけども、それ以外のところでは無意識じゃないですけども、まあバカみたいにいろんな形で脳はある程度動いてる。ただ幸いなことに血の行き場をちょっと変えたりすることで、その全部がもうびっくりするぐらい動いちゃうと、これコンピューター全部そうですよね。コンピュータースイッチ入れたら全部動いてますよね。でそうではなくて一部は休ましとけるようになったんでこれだけ進むんだよと思う。ですからコンピューターのようにある程度は全部動いてるというふうにちょっとイメージとしては考えておかれたらいいかなっていう感じしますけど、ね、その動きがひどくなりすぎて、いろんな障害も苦しみも私は起こると思うんですけど、そうですね、まあ、そのためのその今日は睡眠っていうようなことを話されなかった重要な部分だと思うんですけど、そういう何も考えないっていうことは人間にとって非常に難しい。何か考えてると膨大な量を毎日毎日、そうですね、はい、それは分かるんですけど、それゆえにそれにとらわれた苦しみが出てくると思うんですけども、それとまあなんか そういうところ行くと宗教的な仏教の話とスピノザとよく似てるなと思ったんですけども、ただ最後のというか人間の意識のその意識とは何か、あるいは意識の働きっていうのを、まあ、いろんなその統合とか判断とかあるでしょうけど、はい、その猿の実験とか大発見したのを見てたら、何かその人と同じようなことを人間っていうのは同じにすると、動物っていうのは違う判断はできても人間っていうのは人と同じようなことをすると同じにする作用が意識の大きな働きで、それが非常に動物と違うんじゃないかなと。だからこそ
その人の、まあ、それが悪にな自己同一化して自分の思い通りしたいとかそういう悪の方に行くのかあるいは共感の方へ行って分かち合うとかそういう善の方へ行くのかとかそういう非常にその意識の働きの同じにするということがあのまあ分かります。あの、はい、実際にはですねやっぱりそういうものに、決定的な答えを見つけようというのが今までの哲学やったんですけども例えば今おっしゃったような問題を僕らはあのタスクというので課題にしてでそれが脳がどういうふうに働いているかというのを一つちょっと見ていくというのが科学であってじゃあ今 あらゆるその僕らのこう脳機能について答えが出るかというとまず出ないことの方が多いと思われた方がよくてでただその課題にしていって分かりやすい課題をもう一度脳を見たりそれから実際にはこの人間の研究の場合はいちいちどうでしたって聞くわけですね。それからもう一つ僕が期待しているのはですね、まあ、はっきり言うと自分のことは自分しか分からへんっていうものがだんだんとこう脳地図やとかを使ってですね自分の分からないことが自分でも分かるとかですね自分しか分からないと思っていたことが他の人も分かるような技術ができてくると結構面白いことがいくんではないかな。ただし今はその技術が完全にあるわけないですからだからやっぱり一つ一つそういう形で、まあ、進めていかざるを得ないですが先ほど前から言ったように70万素子の軽コンピューターと比べてもですね、1500万素子あるわけですごめんなさい1500億素子あるわけですよね。でこれを全部記述することは多分難しいというふうに思う。あのそれとあの遺伝子との関係でその遺伝子の中に記憶はあるのかとかそういうその脳だけの問題ではなくて例えば集合的ユングの言った集合的無意識とか、うん、そういうものはその遺伝子の中にあるのか。あの遺伝子というのは記憶なんですね僕らは。それは何の記憶だっていうと決して同じ記憶ではなくて遺伝子の場合は要するに進化の要するに生物が進んできた進化の記録がゲノムの中にあるんですね。それはあの脳の中にも入ってるんですか、ね、もちろん脳ができるということは進化の記録の一つの結果なんですね。しかし脳の場合は要するに個人の一つ一つの発達で変化できるんですね。で遺伝子の場合は残念ながらその皆さん一人一人の一生で変わりませんからだからそういう意味で言うと、個人的には一切発達しない。で遺伝子をどう定義するかというと生殖を通して伝えられる情報すなわち子供ができないと情報としては伝わらない。でところが皆さんの脳の中で変化させてきた記憶あるいは知識というのは別に何て言うかなその自分の子供にも伝えられるし他の人にも伝えられますよね。でそれはやっぱりその脳 の, 情報というものの根本的な質的差があるということをいうふうに思ってもらう。で両方とも情報です。その遺伝子の中の情報が例えば具体的な概念として原型と言われてますけどもそれが脳の中に、まあ、無意識の奥の方にあって普段は意識に上らない、うん、それはね間違いです。それはだから脳を作る構造を作る一つの仕組みと思ったらいいんで遺伝子の中にどんどん何かがもう一度書き込まれることはないですね。ですから要するにどうかな情報僕らは情報の塊ですけども遺伝子という情報とそれから、脳の情報というのは全然違うメディアを使ってるというか、はいはい、そしたらそれと直接そういう集合的無意識と関係ないというふうに考えるというふうに正しいフレームワークがいりますからね。だから脳ができるということは絶対必要ですからでそれは例えば、なんていうかな魚の脳と人間の脳が違うというのは遺伝子が決めてる。ありがとうございました。もう
ご質問はございませんでしょうか。お時間もあまりありませんので、これが最後のチャンスとなります。もしお伺いしたいことがあれば今どうぞお伺いください。よろしいでしょうか。そうしましたら本日はこちらの方で、はい、先生本当にどうもお時間が参りましたので、こちらで質問の方も終了させていただきまして、今回の講座を終了とさせていただきます。西川先生本当に本日はありがとうございました。また3回連続どうもありがとうございました。今一度大きな拍手で先生の方にお願いいたします。